シャキシャキとした歯ごたえと甘みが特徴の大口レンコン。 JA 越後中越では63人の生産者がおよそ78ヘクタールで栽培しています。今日収穫されただるまと呼ばれる品種は、中之島地域が全国唯一の産地で、年間の売り上げはおよそ5億円を見込みます。暑さのおかげで、十分よく育ったんで、大口レンコン独特の、ほのかな甘みと食感、サクサクした食感は、十分、うまくできていると思います。大口レンコンは来年3月頃まで県内のスーパーや直売所などで販売されます。